美しい花にはトゲがある、この言葉を痛感しているかもしれないのが13代中村親方こと吉風です。大学3年時にアマチュア横綱の称号を手にした吉風は小車部屋に入門して2004年に初土俵を踏むと、その2年後に新入幕を果たします。その後も突きや腰、懐に入っての攻めなど小兵ながら真っ向勝負を身上に、切れ味鋭い取り口で人気を博しました。しかし2019年にふるさと大分県佐伯市での PR 企画に参加した際の怪我が原因で引退。最高位は東関脇、殊勲賞2回、敢闘賞4回、技能賞4回、金星を8個獲得し、通算649勝の成績を残しています。現在は13代中村親方として後進の指導にあたる吉風ですが、彼の隣に女将の姿はありません。吉風の一目惚れから始まり、その華やかな生活ぶりが話題になっていた妻と吉風の間に何があったのでしょうか。セレブ妻として知られていた吉風の妻は衝撃的な末路を迎えていたのです。吉風のセレブ妻。2005年吉風は知人の紹介で一人の女性と出会います。この時出会った製菓デザイナーの女性に一目惚れした吉風は翌日から彼女へ猛アタック、何度も結婚してと口説き続けて結婚にこぎつけます。吉風は2008年11月場所で初の敢闘賞を獲得すると、賞金の200万円で1カラットのダイヤを購入し、結婚指輪としてプレゼントしました。翌年行われた披露宴は師匠の小車親方をはじめ貴乃花親方ら500人が出席する盛大な式で、吉風はいつも付き合いたてのカップルのように新鮮味のある家庭にしたいですと語り、妻と微笑み合ったそうです。そしてこの披露宴には生後半年ほどの長女も同席しています。一家の大黒柱として、自分が土俵の上で勝てば家族も喜ぶ、家族の喜びは自分の喜びだから頑張ると、吉風は満面の笑みを浮かべ、妻も子供の面倒を見てくれるいいパパですと語りました。こうして周囲からの祝福を受けた2人は子宝にも恵まれ、幸せな新生活をスタートさせます。3歳年上のしっかり者の妻をめとり、充実した生活を送る吉風は2016年には33歳で新関脇に昇進するなど、30歳を超えても衰え知らずの活躍を見せたのです。また2017年5月場所で54本の懸賞金162万円を受け取ると、母の日ということもあり、カーネーション500本買って帰りますと笑顔を見せるなど、愛妻家ぶりも健在のようでした。夫婦仲も良く、可愛い2人の子供にも恵まれた吉風夫妻。力士は部屋の近くや両国周辺に住むことが多いのですが、吉風は妻のたっての希望で世田谷区の二子玉川に居を構え、小車部屋まで電車で通っていたといいます。両国から離れたセレブの町とも言われる二子玉川の高級マンションで、吉風の妻はピンクのバラや猫足の高級家具に囲まれて暮らしていました。そしてキラキラ女子のような生活をたびたび SNS に投稿しています。妻は綺麗にセットされたヘアスタイルにハイブランドの服で身を包み、時には子供のために作った手の込んだキャラ弁を SNS で披露していました。そんなセレブ感満載な様子に、一部の相撲ファンからは力士の妻としては違和感があるといった声も寄せられていたのです。吉風も妻の浪費癖にへきえきしているという声もありましたが、おおむね夫婦仲は良好で幸せな家庭を築いていると誰もが思っていました。二人を知る各界関係者も、仲のいい夫婦という印象が強かったです。吉風から家族の愚痴などを聞いたこともありませんでした。吉風は奥さんにベタ惚れでと語っています。綺麗な花にはトゲがあるという言葉の通り、もしかしたら吉風は妻のセレブ思考や浪費癖は仕方がないと諦めていたのかもしれません。しかしそんな悠長なことは言っていられない裏の顔が吉風の妻にはあったのです。セレブ妻の裏の顔。関西なまりのドスの聞いた声が二子玉川の吉風一家の住むマンションから響いたのは2020年6月のことでした。迫力満点の声は女性のもので、矢継ぎ早の口汚い罵声はやむことがありません。声の主は日頃セレブ然とした様子で理想の生活を発信している吉風の妻でした。前年2019年に吉風が引退し13代中村親方となっていたこともあり、いずれ吉風が部屋を起こせば女将さんになるはずの女性です。
その妻が怒声を浴びせているのは当時まだ小学生の長女。この長女こそ10年前多くの人々に祝福された披露宴で夫婦が抱いていた赤ん坊でした。密室で行われた娘への虐待はエスカレートしていきます。鬼のような形相で長女の髪を引っ張ったり体を蹴ったりした妻はあろうことか虫刺され用の塗り薬ムヒを娘の目にすりつけました。泣き叫ぶ娘に、お前目つぶれんぞと言い放った妻。実の母からのこのような仕打ちを受けた長女の気持ちを考えると胸がつぶれる思いです。そして妻の虐待はこれだけではありませんでした。 SNS でセレブな生活を披露すると同時に子供のために手の込んだキャラ弁を作るなど子煩悩ぶりをアピールしていた妻でしたが、実際の彼女は子供の幼稚園の送迎をしていなかったとも言われています。加えて当時まだ小学生の長女が近所を徘徊し深夜のコンビニにいたとの話も出ており、育児放棄ではないかと噂されていました。妻の虐待は育児放棄だけでは済まず、先に触れた暴行の他にも娘の腕をスマホであざが残るほど殴りつけたことも。そして SNS で散々豪華な食事や手の込んだ料理を投稿しながら子供たちには缶詰を床に置いて食べさせていたこともあったというのだから驚きます。しかもこのような虐待が長年続いていたのではないかという疑いも持たれていました。それというのも虐待が明るみに出るきっかけの映像は虐待を受けていた長女自身が隠し撮りしたものだったのです。その日初めて暴力を振るわれたのだとしたらとっさに動画を撮ることなど無理でしょう。そのため妻からの日常的な虐待に耐えかねた娘が証拠になる動画を撮ったと考えるのが自然です。実際に長女はその映像を父である吉風に見せて助けを求めました。しかしなぜ長年一つ屋根の下に住みながら吉風は妻の暴走に気がつかなかったのでしょうか。もちろん力士が家を空けることの多い職業であることも関係しているでしょうが、妻は吉風が家にいる時といない時で態度が全く違ったといいます。娘の決死の SOS が届いてようやく吉風も真実を知ることになりました。しかし夫が真実を知ったと分かると妻は吉風へも不穏な態度を取るようになります。わざと怒らせ反論する吉風の声を録音して周囲に聞かせていたのです。そして2020年7月夫婦の仲は修復不可能なものになります。夫婦喧嘩の末に110番した妻が夫に首を絞められたと主張したことで吉風には DV の嫌疑がかけられました。ところが警察が調べてみると妻の体には傷一つなく、逆に吉風の体に複数の引っかき傷が残っていたのです。結局このあとすぐに吉風は子供たちを連れて妻と別居し、夫婦は離婚調停に入ります。しかし離婚調停もすんなりとは進まず、その間もまだ離婚が決定していない中で妻は婚活パーティーを開いたりパパ活で谷町を探したりと奔放な振る舞いが問題視されていました。2021年3月には長女への暴行容疑で妻は逮捕されています。そして2023年春ようやく2人は離婚したのですが、離婚後も彼女のセレブ生活は相変わらずで、ミシュラン掲載の高級店で舌鼓を打ち高級ホテルに宿泊する様子が SNS に投稿されていました。逮捕前は金銭的に困窮していたのか、大量のブランド服や靴をフリマアプリで売りさばいていた妻ですが、一体どうして離婚後も豪勢な暮らしができたのでしょうか。セレブな生活と引き換えに彼女は衝撃の結末を迎えることになるのです。衝撃の末路。2023年8月衝撃的なニュースが報じられます。7月21日に都内某所のタワーマンションの一室で男女が胸から血を流し倒れていたという無理心中とおぼしき事件でした。この事件では亡くなった男性が所持していた猟銃が使用されており、この時男性と一緒に亡くなった女性が吉風の元妻だったというのです。一体元妻の身に何が起こったというのでしょうか。吉風と離婚した後も元妻は華やかな生活ぶりを SNS に投稿しており、以前と変わらない様子でした。吉風の元妻は自分の経歴を偽りこの男性と親しくなったようで、2人の交際は1年以上も続いており、この半年間は同棲もしていたようです。一説では男性は自身の経営する会社が赤字続きであったにもかかわらず元妻に数千万円もの金額を貢いでいたといいます。そして事件前に男性が SNS に残したコメントには元妻の嘘が発覚し、男性がひどくショックを受けた様子が綴られているのです。
すでに2人が死亡しているため、事件が起こった詳細は分かりませんが、残された家族にとっては非常に残念な最後となりました。元妻の葬儀は家族だけでひっそりと行われ、吉風は報道で初めて元妻の死を知ったそうです。取材に対して吉風は、未だに信じられませんと驚きを隠せないようでした。しかし10年以上夫婦として生活してきた元妻の非業の死を受けて、吉風にも感じるところがあったのかもしれません。亡くなったのが事実であれば、もともとは家族だったので、ご冥福をお祈りしたいという気持ちもありますと述べています。我が子を虐待していたとはいえ、実の母親のこのような死に子供たちは誰よりも傷ついているのではないでしょうか。吉風には父親として子供たちを守り、家族3人が心から笑い合える日々が来ることを願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。